今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。まずはお布施のメンバーシップ加入者の方の名前を読み上げていきたいと思います。JSB 戦様、ゴルシ NP 様、シーネコ様、シオンハマナ様、ミグミグチ様、オクトパス様、ジターリング様、ペンギン様、ヤムー様、サンノミヤ京也様、生き物たたり様、何か効果魔用様、味噌煮込みズボン様、モッドマット様、おとなし小村二次元美系ジャーナリスト様、小林リオファーン3人のうちの45人目様、いつもご支援ありがとうございます。とても励みになっております。しれっと、小村ちゃんがいて草、びっくりしました。感謝です。生き物たたり様、高額投げ銭ありがとうございます。どうもおかまよ、苦渋のケッコよ、レイヤちゃん兄貴の皆さんごきげんよう。ケツコ様、最近チャンネル好調ですね。うまくいっているようで何よりです。ケツコ様は私が育てた、星の戦一。今日開店前にお店の前の階段を掃除しようと思ったら、うんこがあったの。そう、人糞紛れもない人間の代弁。汚すぎる、訴訟。せめて犬のうんこにしてほしいですね。人間のうんこはちょっと勘弁してほしいです。誰がそんなところでうんこした、ガバガバな奴は。私ね、懐の深いおかまなの。だからお漏らししちゃうのは仕方ないと思うのよね。特に男子はお腹弱い人多いじゃない。私ののんけの大石くんは1年378日下痢してたわ。昔どこかの掲示板で、緊急事態は石電車内で大きい方を催す。っていうスレが立ってお腹抱えて漏らすくらい笑ってたもの。助け合いっていうの、スレで固い絆が結ばれていくのよ。いいわよねー、うんこと書いて絆。なんジェイミンのケツはガバガバ、はっきりわかんだね。漏らしちゃうの仕方ないって、さすがにそれはガバガバすぎませんか。しかしケツを目的外で使用している場合、若干漏れやすくなる。という話は私も聞いたことがあります。ケツを目的外使用したことは一度もないので、あくまで伝聞でしかありませんが、だから突然行動にうんこがあっても、あるわねえ、あーこれは人由来ね、形はまあまあね、くらいしか思わないの。でもこれはダメよ、人のお店の前にしちゃダメ。ちょっとここから閲覧注意ですよ皆様、食事中の方は気をつけてください。手遅れ、大丈夫ですか？一応注意はしましたからね、あとは自己責任でお願いいたします。うんこ、しかも綺麗にとぐろ巻いてるのよ。こんな飽きてくちゃなうんこめったに見れないっていうくらい、見事な立体構造物だったわ。しかも目視できる範囲でわかるのよ。外はパリッと中はしっとり、見事な黄土色から焦げ茶にかけてのグラデーションと、まるでグラビア女優が履いてるラメのパンストのようなツヤ感。そうね、言い換えると大弁界のサブリナグロスシアバターってとこかしら。あら失礼、シアバター好きだからついうんこの話してる時に食べ物の話しちゃったわ。結構ったらはしたない。とにかく店の前でうんこするなんて、生き物たたりに喧嘩売ってるでしょこれ。行動にするのはいいのか困惑。まあうんこはいずれ自然に帰りますからね。プラスチックのゴミを捨てるよりはマシでしょうか。いやでも人間のうんこはやめてくれメンス。店の前でうんこするのはさすがに宣戦布告と同じですよね。二丁目屈指の武闘派カマバーに喧嘩売って無事でいられるわけないわよ。犯人探しよ。世間一般によく知られているようにうんこには証拠がうんこ山とあるわ。まず臭いね、かすかにテキーラのフレーバーね。さらにうんこの端っこをちょっと踏んじゃった靴の跡、 D の文字の長細い形、これはヒールね、女子とカマが8ヒールのかかとよ。しかもかなり細いわ。こんな靴履いて二丁目に来る一般のんけ女子は皆無よ。カマね、間違いないわ。しかも女装してるカマ。そういうカマはこのビルに3店舗にしかいないわ。あとはゲイカマだから。ゲイカマっていうのは普通に男として男が好きだから男の格好よ。3店舗のうち1つはうちの店、うちのサリーちゃんね。サリーちゃんはうんこするとき必ずバラの香りのガムを噛んでバラエキスの入った匂い消しサプリを飲んだ後放出するのよ。さらに発射後小さいバラの匂いがするスプレーを常備してて、吹きかけるからすぐわかるわ。サリーちゃんのうんこじゃないわね。うんこするときにそこまで配慮する人初めて聞きましたよ。っていうかケッコ様、どんだけうんこに詳しいんですか。うんこソムリエか何かですか。まあさすがに自分の店の前で盛大にうんこを漏らすなんていう期待を晒す人はいないですよね多分。そうすると残りは2店舗、羅生門のカマスギスジコとアーカマ時代の塗りの壁子ね。女装というか女子になって男子を愛したい子って、女装バーとかドラァグクイーンショーとかやってるお店に行きがちなの。だから普通のゲイバーには女装はそれほど多くないのよ。一人いるかいないかね。意外かしら。うんこプロファイリングで二人に絞り込めたわ。あとは実況見分ね。簡単よ、突撃してヒールを見ればいいのよ。まあ同じビルであまりこじれても今後困るのよね。結構お酒の貸し借りとか、自分の店が満卓で入れない時に上の店でお預かりしてもらったりとか助け合いがあるのよ。特にシャンパンとかお高いお酒は切らしてることがあるから、そういう時は貸したり借りたりあるの。だからあくまで穏便にね。まあ任せろください。今回はママが可愛い靴買ったんだけど小さくて入らないからもらってくれる人いないかしら作戦よ。なるほど、そういった助け合いがあるんですね。めちゃめちゃ合理的で草いいですね。そういうお互いに利益のある関係は確かに、これはうんこが原因で店同士の友情が崩壊してしまうというのは何としても避けたいところです。うんこが原因であの店とは仲違いしたなんていう噂が広まったらクソって感じですから。激うまギャグ。ちょっと履いてみなさいよとか言って壁子が履いてたヒールを検便。ないわ、なかったわ。皆さんご存知の通り粘着性のシアバター化したうんこはちょっと拭いたり洗ったりしたぐらいじゃ完全には落ちないのよ。必ず痕跡が残るの。だから壁子は白ね。もう用はないから名残惜しそうな壁子の足から物を奪い取ってかますぎ筋子のとこよ。もうこの時点で犯人は決まったようなものだったけど、一応自白まで取りたいのよ。そして羅生門のドアを開けた途端よ。やだーケツコさんごめんなさいねー。うちの数字がケツコさんとこの店前でうんこ漏らしちゃったのよと羅生門のママ、シワのかすいママの第一声。
息を急がれちゃったわよ。うんこ漏らしちゃったのよ。わ、直球すぎて笑う。一体何があったら、店の前でうんこ漏らすんだよ。ほんとごめんなさい。この子テキーラ飲んで酔っ払うとうんこしちゃうのよ。そうそうよね。トイレでするのが当たり前よね。うんうんわかるわごもっともよ。ところがうちのお店のトイレちょうど何か詰まってたみたいで、仕方ないから表の交番で借りてきなさいって言ったのよ。そう交番。そしたら階段振り切ってもうすぐって安心した途端、先っちょが出てきちゃったっていうのよ。やだー。それでね、買ったばかりのシルクのパンティー汚すわけにいかないじゃない。そうそうよね知らんがなだわね。そりゃそうよ。だからちょっとだけ出して残りは交番でって思ったっていうのを。そう、無理に決まってるじゃない。そんなことできる人間いないわよ。あの子特に活躍金緩んじゃってるから。まあそれでトグロをオールリリースしたってことらしいの。ほんとごめんなさいね。うんうんわかるわ。今すぐお掃除しに行かせるわ。それとねこのシャンパン持って行って。いいいいのいいの。いつもお世話になってるのにこんなことになっちゃったから。ほらあんた謝んなさいよほら。っていう怒涛のトークでケツコの戦に喪失よ。つまり一部出そうとしたら全部出てしまったと。よし、悪くないな、適当。要するに肛門がセーブ失敗したということですね。重傷しても10敗する肛門はいらない。でもここまでされると、怒る気力なくなっちゃいますよね。アルマンドブリニャックの箱を抱えて帰還したわ。徹夜ママにお高いシャンパン渡したら、あらこういうことなら毎日うんこしてもらってもいいわねー。っていちいち匂いと形状把握して、犯人探しするケツコの身にもなってほしいわよねー。それから付け加えて私とサリー、それからマリモ姉さんとドスエさんに、うちはこんなお高いシャンパン渡せないから、あんたたち人の店の前でうんこ禁止よ。いいわね絶対よってくどいほど念押ししてたわ。そりゃそうよねあのシャンパン黒箱だから10万くらいするわ。そんなのうんこするたびにあげてたら破産するわよ。そういうわけで、その後筋子さんがお掃除しに来て、無事うんこ片付け終わったの。それにしても記憶に残る美うんこだったわ。今日はこんなところかしら。つまり尻拭いをするのに、10万円かかるというわけですか。いやこの流れで尻拭いとか言うと地獄なのでやめておきましょうか。私だったら毎日店の前にうんこしてほしいぐらいですけどね。1日3回までなら大丈夫ですよ。いやでもそんな高頻度で店の前にうんこがあったら衛生的にヤバい店だと思われるか。やっぱりいいです。皆さんいつお腹痛くなってもいいように行動範囲のおトイレの場所しっかり把握しておいてね。あ、最近徹夜ママがメイド服にハマっちゃったのよ。それが戦闘メイド服っていうのね。アニメのオーバーロード3週くらい見て原作まで買って読んでるくらいハマってるので、その中のプレアデスっていう戦闘メイドたちが来てる。メイド服みたいなの作るとか言ってオーダーしちゃったのよ。まったく無駄遣いだわ。まあ、出来上がったら私も着てあげるけど。いや、着るんかい。ケツコ様も実は楽しみなんじゃないですか。しかしオカマバーで戦闘メイド服は需要があるのでしょうか。もろちん自分が好きな服を着るのが一番ですけれども。ちなみにケツコはルクスレギナの服ね。サリーちゃんはエントマ、マリモ姉さんはソユシャン、ドスエさんはシズちゃん、で徹夜ママはナーベラルよ。月に一度はメイドデイ作ってお客さんに楽しんでもらうそうよ。もちろん動画でも皆さんに見ていただくわ。お楽しみにね。それじゃあレイヤちゃん皆さんまたお手紙書くわね。ANA他のケツコより。いやうんこの話をした直後に ANA とか勘弁してほしいんですけどね。ママいいわ。いやーしかし今回のお話はお布施でも屈指の汚い話でしたね。多分過去一じゃないかな。ちなみに私の今日の晩御飯はカレーです。自爆。どうしてくれんのこれ。わかる、この罪の重さ。追伸、この前のオフ世界でお酒が飲めないけどオカマバーに行ってみたいってオフ世は兄貴さんいたわよね。平気よ、全然平気。ノンアルコールも置いてあるし、ただ気をつけることがいくつかあるわ。まずお店は2丁目観光バーでググって行ってちょうだい。観光バーならそういうお客さんいっぱい来てるから、観光って言っても誰もハトバスは乗らないわよ。当たり前よね。いやねー、常連じゃない観光客みたいな一元のお客様が多いところっていう意味よ。だからスタッフも心得てるわ。お値段も普通わよ。ただ席についてくれた田中さんにお酒を勧めてちょうだいね。お姉さんも何かどうぞって言ってあげるのがスマートよ。それだけで楽しい時間が過ごせるはずよ。ご予算は一人で行くなら1万くらいあれば上等かしら。他に聞きたいことがあったら遠慮なく聞いてちょうだいね。それじゃあ今度こそ兄貴の皆さん、レイヤちゃんまたね。アディオース。ということだそうです。これは2丁目の活性化につながっている可能性が。私の動画で2丁目が少しでも潤うなら喜ばしいことですね。ケツコ様のチャンネルで後日メイド服の動画が投稿されるそうなので、そちらもお楽しみに。闇属性の森の熊さん様、ありがとうございます。おはこんばんにちはレイヤ様。今回もわずかながら献金させていただきます。前回動画で読み上げていただきありがとうございました。コメントいただいたので調べてみたら、よく似た名前の VTuber がいたのですね。もろちん東方は別人です。別人でしたか。これは失礼しました。さて、コラボ問題も、だんだんと煮詰まってまいりましたね。恥ずかしながら私も事実をそこまで追い切れていないのと同時に、ビニーバリの個性豊かで愉快な登場人物の多さに、若干混乱しております。あと、夢にゃんは吉光陽所属かと思ったのですが、違うみたいですね。違うんですよねー。夢のは共産党と強いつながりがあるだけで、吉本興業とは全くつながりはないはずです。でもセブンナイツならワンチャン、ガチで吉本興業所属なんじゃないですかね。あの人たち、特にずっとお笑いみたいなムーブをしている弁護士が、一人だけいらっしゃるでしょ。誰とは言わんが、あの弁護士、吉本興業に入ればいいのに。
なんか生活に困っているみたいなことも過去にツイートされてましたしね。いやでも吉本だと絞られて終わりか。文字数の関係で今回も334円にできなかったので、今後はなるべく334円になるよう努力いたします。いや別に無理して334に調整しなくても大丈夫ですよ。お布施は金額によって送れる文字数が変わるので、334円だと167文字でしょうか。167文字は結構短いですね。もはやツイートより短いレベルです。この文字数だとよりセンスが問われますね。うんこ、チンチン等のパワーワードを使用して無理やり笑いを取るしかありませんね。あとさりげなくモロチンと書いてありますね。最近モロチンって言いすぎて、もちろんって書いてあってもモロチンに見えてしまいます。頭おかしなっとるで。これ擬音だから問題ないよね。音符様、高額投げ銭ありがとうございます。金額がいくいく円、何回ミシンですね。レイヤさんこんにちは。私の送ったお布施を動画にしてくださりありがとうございました。あんなギリギリを攻めたメッセージを動画にしていただけるとは思わなかったので感激しています。頭おかしなるかと思ったわ。そんなことで感激しないでください。そんなことで感情を揺さぶられている暇があったら良い映画を見るなどして感動してください。野獣先輩風に言うとやりますねー、トグロ弟風に言うとやるねー、シャム様風に言うといい感じだで。この世の終わりみたいな3人やめろ。シャムさんと野獣に挟まれるトグロ弟がかわいそうですね。トグロ弟0%シャムゲーム。今回はそんな私のお気持ち表明をしたいと思い、お布施を決めました。よろしくお願いします。うほ、モールス信号萌え、ありがとうございました。はぁ、袖かため息。これ解読するのに地味に時間かかりましたよ。どうせろくなこと書いてないんやろなと思いながら頑張って解読しました。翻訳するとこんな感じです。やまわしいとこ、いいよ来いよ、小林梨央は俺の嫁。いやお前これどうすんねん。暗号で愛のメッセージを伝えても小林には多分届かないですよ。残念ながらあいつガチでバカですから、モールス信号とか解読できないんで。てかモールス信号ってすごいですね。たった2つの記号でここまでメッセージを伝えられるとは。でもその肝心のメッセージの内容が意味不明なせいで台無しなんだよな。小林梨央を選ぶとかお前のんけかよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。様、ありがとうございます。コメンテーターで社会学者チョックリーにブロックされた黒すみれさんです。皆様ごきげんよう。黒すみれですわ。筋肉マンが令和の時代にアニメ化ですわ。私の筋肉マン解説動画を見て筋肉マン熱を高めてほしいですわ。私の一番好きな超人はアシュラマンですわ。黒すみれ様からお布施が来ましたわ。本物ですわ。嬉しいですわ。ちなみに一応本人に確認を取ったところ、こちらのお布施は偽物であることが判明しました。これ偽物なのか。困惑、筋肉マンの話とか、本人が微妙に言いそうな話をするのやめろ。本物かと思ったわ。ということで、どうしてくれんの君？こんなんじゃ動画にならないよ。というわけで、ケツ穴確定でお願いします。私は筋肉マンはそこまで詳しくないですね。筋肉マン太郎の世代です。懐かしいですね、マン太郎。しかもチョックリーさんにブロックされた、とかいう地味にリアリティのある情報も入ってますし、リアルなやつやめてください。本当にありそうなので、というわけで皆様も、黒すみれ様の筋肉マンの動画を見ましょうね。闇属性の森のクマさん様、ありがとうございます。おちんちんですわー。いや、偽すみれ様の直後に、黒すみれ様の口調で、おちんちんですわーとか言うの、やめてもらっていいっすか。なんか黒すみれ様が言ってるみたいじゃないですか。これはタイミングが最悪すぎる。だがしかし、そのまま紹介します。おちんちんじゃないよ。一体何を言ってるんですかあなたは。もう暖かくなってきましたけど冬眠しててください。黒すみれ様、すいません許してください。何でもしますから。じゃあ偽すみれ様とクマさん、二人揃って確定でお願いします。じゃあそこで二人揃って四つん這いになれよ。早くしろよ。今日は大根がありますので、覚悟の準備をしておいてください。こう様、ありがとうございます。牛乳と、かさぶたのプリンカスタード。意味不明なやつやめろ。何この質問、現代アートかな、困惑。どういうことなんですかこれは。かさぶたっていうのがちょっとね、よくわからないですけれども、なんかお布施だから、何かの隠語に思えてくるんですよ。さすがにそれは考えすぎでしょうか。牛乳プリンは美味しいですよね。私はプッチンプリン系のやつよりも、牛乳プリンの方が好きです。かさぶたっていうのが謎なんですよね。誰かわかる人いたらコメントに書いてください。牛乳プリンとだけ書いていたら、牛乳プリンの話をするんですが、かさぶたが気になって仕方ありませんね。前衛芸術みたいなやつやめろ。大谷雄峰様、高額投げ銭ありがとうございます。エアロバイクの買い替えを検討しているのですが、おすすめを教えてください。5万くらいでお願いします。大変申し訳ないんですが、低
く人を間違っていますよ。私は自転車やエアロバイクの知識は、全くと言っていいほどありませんので、ロードバイクを買おうかどうか迷っているレベルの素人ですので、あまり期待はしないでください。あっこいつめっちゃ詳しそうやん、と勘違いさせてしまったのなら申し訳ないです。私が買ったエアロバイクは、クーポン込みで2万円ぐらいでした。しかし2万円でも結構作りがしっかりしていましたよ。個人的にはかなり満足しているので、5万円も出せばかなり高品質なものが手に入るんじゃないでしょうか。それで私が買った2万円のやつを、紹介しようと思ったんですが、もう販売停止してましたね。そういえば購入したのはもう随分前です。悲しいなぁ。しかしこれだけで終わっては何の情報もないので、自転車に詳しい人に聞いてみました。5万円ぐらいでエアロバイク買うなら何が良い？って、そしたら、Amazon でレビューとか見て、いい感じのやつを買うのが一番いい、という回答をいただきました。はい。ということだそうです。身も蓋もない回答ですが、確かに一理ある。すみません。せっかく投げ銭をいただいたのに対した回答ができなくて、エアロバイクに詳しい方がいれば、コメント欄でおすすめの商品や選び方などを教えていただけると嬉しいです。あと、うろ覚えの知識なんですけど、エアロバイクには重り型と磁石型があるそうです。磁石型は音が静かです。重り型は音が大きい代わりに、ペダルの重さをより重くできます。私は磁石型を使っていますが、ペダルの重さは磁石型で、普通に十分だと感じています。自転車乗りだと、磁石型だとちょっとペダルの重さが足りないかも。まあそのあたりは個人の好みや、用途によっても異なりますが、ただこの知識自体もうろ覚えですので、もし間違っていたらコメント欄で教えてください。こういうのは商品を選んでいる時も、結構楽しいですよね。私もヘルシオを買おうかどうか迷っている時は、結構楽しかったです。唐突なヘルシオハラスメント。みぐみぐち様、高額投げ銭ありがとうございます。引き手の話、レイヤさん、視聴者兄貴の皆様、こんにちは、みぐみぐです。はい、また俺です。さて、唐突な質問ですが、皆様の大好物は何ですか？あ、もちろん食べ物で、ですからね。ソーセージ、とかいう意味深なことを言い始める人が、もしかしたらいるかもしれないので、あらかじめ予防線を張っておいて正解ですね。いや、ソーセージも食べ物か。あかん、これじゃあコメント欄が、ソーセージで埋め尽くされる。俺の大好物はレイヤさんだぞ、と、自ら前提を無視してゆくスタイル。まあ真面目な話、俺の大好物は白桃の缶詰です。おやつに白桃の缶詰、酒の魚に白桃の缶詰、小腹が空いたら白桃の缶詰、ご飯のお供に白桃の缶詰、熱々炊きたてのご飯にシロップごと、白桃の缶詰をぶっかけて食う、まさに至高の一品。なわけあるかい。最後のご飯のお供部分は嘘です。すみません。はぁ、ガチギレ。こっちは一瞬、信じかけたんやけど、どうしてくれんのこの気持ち、ケツ穴確定で詫びていただきたいところですが、本日はすでに確定した人が2名いらっしゃるので、これ以上確定できません。また別の日に確定していただきましょう。白桃の缶詰って普通の桃の缶詰のことですかね。あれは確かに美味しいですよね。めちゃめちゃうまい。久しぶりに食べたくなってきたな。ただ、なんとなく皆様の大好物、聞いてみたくなっただけです。ではレイヤさん、視聴者兄貴の皆様、また次のお布施で会いましょう。次のお布施っていう言い方、なんか変態みたいなのでやめてください。というわけでもし大好物があればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。私はなんだろうな。一番食べている頻度が高いのは、納豆でしょうか。調理不要、すぐに食べられる、ご飯のおかずになる、栄養満点、健康にも良いという万能食材ですよ納豆は。追伸、引き手の話はどうした？って、そんなに聞き手ですか？この親父ギャグを言いたいってだけのタイトル、だったらよかったんですけどね。皆様は聞き手がある日突然、使えなくなったらどうしますか？俺、つい先日、右手の手首から先に激痛が走るようになりました。手を握れないのはもちろん、指を少し動かすだけで激痛が襲ってきます。箸も使えない、スプーンすら握れない、もちろん大きな総合病院で検査を受けてきました。レントゲンは当たり前ですが、体を上げりにもされてきましたとうとう。お医者様が考えうる検査はほぼ全て受けてきましたよ。で、結果は原因不明でした。で、出し切り、現時点で患っている病気、ここでは書きませんが知りたかったらTwitterの固定を参照で、意外の異常は見当たりません。と、実際、CT や MRI でも現在の病気以外は見当たらない、イコール原因不明ってことらしいです。ただ、良かったことが一つあって、現在の病気に関しては特に変化なし、ってことくらいだった。入院を勧められたけど、断った。持病での入院すら拒否してんのに、しかも今回の検査のための検査入院ですらいやいやだったのにさ。まあ、そういうわけで、キーボード打ち込むのもマウス動かすのも、すべて左手しか使えないのでお布施の頻度が下がります。ここまで打ち込むのに約1時間、引き手の大切さが身に染みました。俺のお布施を楽しみにしてくれているファンの方、申し訳ないです。え、お前にファンなんかいないって、楽しみにしてる人なんかいないぞって、寂しいこと言うなよ、泣いちゃうぞ、俺、と。まあそんなわけで、どうでもいい自分語りと報告不要論ありでした。レイヤさんも視聴者兄貴の皆様も、こんな手たらくな状態にならないように気をつけてくださいね。つても、原因不明である日突然こうなっちゃ防ぎようはないけどね、俺の座右の銘は空元気も元気のうちなので、空元気だろうが醜くあろうが、生きることにしがみついてやる。じゃ、またねーのし、PS。このヒューズを送信したのは4月7日です。
読まれる頃には何かの間違いで治ってるといいな。最初に思いついたのは、腱鞘炎か、転移かなと思ったのですが、どうやら違うみたいですね。癌の転移で片手が麻痺した、という症例を聞いたことがあるので、もしかしてそれかなと思ったのですが、違うようです。原因がわからないというのは不安なものですよね。しかも利き手が使えないというのは本当に不便です。以前利き手が腱鞘炎になったことがありますが、かなりストレスが溜まりました。利き手がほとんど使えないとなると、その苦しみはかなりのものでしょう。大変な思いをされているかと思います。みぐみぐち様はお布施質問回答が始まった頃から、かなり頻繁にメッセージをいただいているので、とても感謝しています。今回もかなりの時間をかけて、メッセージを書いてくれたということで、恐縮です。私はこれからも元気に、うんこ、ちんちんと連呼して、楽しみながら動画を作っていきますので、私の動画を見て少しでも楽しんでもらえたり、元気になってくれたりしたら嬉しいです。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭とたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。